台風7号により、JR や仙台空港の便など、交通機関にも影響が出ています。JR によりますと、東北新幹線は今日、最終列車までの間で合わせて11本を運休するほか、在来線では常磐線の特急日立号が午後1時ごろから合わせて4本の運転を取りやめます。東京から一人でいとこが来たので見送りに来たんです。で、東京に帰るところです。今帰ってからの方が東京はひどいって聞いたので、ちょっと着いてから家まで、ね、帰るのもちょっと心配です。仙台空港では今日午後8時5分仙台発新潟行きなどトキエアの2便の欠航が決まりました。また宮城交通は仙台と東京成田空港を結ぶ高速バスを運休しています。明日ちょっと用事があって盛岡に行くんですけれども、大荒れだという話だったのでバスが運休になっているのかどうかちょっと確認に行きました。明日の予定は変えられないので、何とかしてたどり着きたいとは思っているんですけれども、石巻と田代島、安治島を結ぶ安治島ラインは今日午後から全便を欠航としています。お盆期間は普段のダイヤから1往復増やして対応していましたが、先週に続き2度も台風の影響を受けることになりました。なかなか週末はうまく引きませんね。台風、せっかくご利用を目指して来られるお客さんには申し訳ないんですけども、